こんにちはビートルズワーーールルドニュースです今日はビートルズ最後の曲の伝説を語るジャイルズ・マーティンのインタビューをお届けします。ポール・マッカートニーと共に「Now&Zen」を共同プロデュースしたジャイルズ・マーティンは新曲がいかにして生まれたかそしてジョン・レノンがそれを通じて何を表現しているのかについて語っています。このようなプロジェクトに取り組んでいるとき規模のことを考えてはいけませんとプロデューサーのジャイルズ・マーティンは。 その声のの声中に親しみや簡単の念を込めて言いますもし考えると、あなたはヘッドライトを浴びたウサギのようになり、自分がしていることに制約を受けてしまいます。マーティンが規模という言葉を使うとき、彼はその重要性と感動的な側面を指しています。これは多くのロックとポップのファンにとって実現した種の音楽のファンタジーであり、現実のものとなったプロジェクトのことです。私たちが話している間 アップルレコードとユニバーサルミュージックの当事者たち、そしてポール・マッカートニーとリンゴ・スターといった音楽の偉人のような人物たちは、最後の新しいビートルズの曲とされるものをリリースする準備をしています。数年にわたって考えられ、噂になり、待ち望まれてきたこの曲は、Now&Zen という名前で、2023年11月2日にリリースされます。これは数多くの年月の前から始まった音楽の遺産の最終章を示すものであり。 キャバーンクラブから江戸サリバンショーへ、アビーロードへと続き、止まることのない世界的な文化的影響を持つ旅路です。彼ら全員が参加した新しい曲はもうありませんとマーティンは言います。それはその性質上、これが最後の曲であるということです。なぜなら、4人全員が参加したトラックはもうありませんし、これからもありません。これは何かマーケティングのキャッチフレーズではなく、何度も。 サヨナラツアーを行ったアーティストのようなものではありません。これは純粋な事実です。これが最後の曲です。そして、ビートルズのサウンドと成功に多大な影響を与えたジョージ・マーティンの息子であるジャイルズ・マーティンが、この曲を実現させる立役者にふさわしいでしょう。ジャイルズは、父の聴力が衰える中で耳を貸したことさえありました。若いマーティンは、マッカートニーと共に、NOW&ZEN の共同プロデューサーとしてクレジットされ、 音楽ののと一緒に仕事をするはは初めてではありませんビートルズの名盤に加えて、最近ではビーチボーイズのデッドサウンズやローリングストーンズの曲、ヤギの頭のスープの新たなミキシングも手がけました。マーティンは言います。これらのすべてのことは、人々が本当に深く気にかけており、それについて誰も外見を持っています。しかし、この場合、それは私だけではありません。 ポーーール・マッカートニーがほととんどのことを勧めています彼は史上最も偉大なアーティストの一人なので、私は彼の後ろに隠れることができます。これがすべてどのように始まったかの種をまいたのは、1970年代後半に遡ります。ジョン・レノンがニューヨークのアパートでピアノの前に座り、音楽をいじくり回すことになったときです。テープが回っていて、背後でテレビがついていた状態で、レノンは「Now&Zen」というデモを録音しました。 さらに時は流れ、1990年代中盤に差し掛かると、レノンはもうこの世にはいなくなり、マッカートに、スター、そしてジョージ・ハリスンは、レノンがテープに録音した2つの別のデモを仕上げることを決定しました。マーティンは言います。ラブゼンは、フリー・アズ・ア・バードと、リアル・ラブという曲が収録されたアンソロジーアルバムシリーズから来たカセットテープの録音の一部でした。そのセッション中、 彼らはレノンのボーカルをその曲に使用しようと試みましたが、うまくいかなかった。問題は、ジョンの録音があまり良くなかったことです。低品質な音源と前日のテレビの影響で、ナウゼンは一度後回しにされました。それは、昨年までのことでした。マーティンは述べます。この曲は、ポールがスタジオにいて、友達であるリンゴと一緒に演奏したいと思ったことから生まれました。 最後のビートルズの曲を作ろうと思ったわけではないのです。その周りの会話は、この曲、どう思うかというものであり、キャンペーンのアイデアではなかったのです。それが私の気に入っているところです。誠実さです。誠実さと同様に、もう一つの重要な要素がありました。テクノロジーの進化。今、映画監督ピーター・ジャクソンのゲットバックドキュメンタリーシリーズのために、 ウィングナットフィルムズが開発した機械学習プロセスすなわち人工知能によって明らかに修復不可能なトラックが突然修復可能になりましたマーティンは機械学習という言葉はターミネーターを思い出させる怖いものですと笑いながら説明しこのソフトウェアが法医学的調査にルーツを持つことを述べていますそれはジョン・レノンの声がどのように聞こえるかを学びソースから抽出するもので再作成するのではありません それはまるでで考古学のの発掘作業のようです。何かを見つけて掘り起こす作業ですそしてこれが機械学習のプロセスです同じプロセスは11月10日にリリースされるレッドとブルーの拡張版の新しいミキシングの一部としても使用されましたアパート内や外の通りからの音や邪魔なテレビの音が取り除かれました最終的にレノンの即座に認識できるボーカルが発見され磨かれましたクリーンで鮮明で 新ししい耳にに受け入れられらる状態になりましたこの曲にはジョンがダコタアパートで演奏したもの以外のものは何もありませんとマーティンは説明します。変わったのは彼のピアノトラックとボーカルトラックを分離できるようになったことです。録音は1990年代のセッションからのハリスンのリズムギターを含む要素で保管され、昨年、マッカートニーとスターが録音したものも含まれています。これにはコーラス マッカートニーによって新たに演奏されたレノンのピアノパート、そしてジョージ・ハリスンへのオマージュとしてポールが演奏したスライドギターソロが含まれています。曲のために再利用された60年代のビートルズの録音からの追加のコーラスが組み合わされ、ストリングスはロサンゼルスのキャキトルレコードでキャプチャされました。ミュージシャンにはそれがマッカートニーのソロレコードだと言われました。マーティンは説明します。もともと23人のストリング奏者を使おうとしましたが、 それはあまりにもビートルズらしくないと感じました。あまりにも高級すぎたのです。例えば、エリナーリグビーでは、彼は8人のプレイヤーしか使わなかったことさえあります。だから、now and zen ではその曲のために8人だけを使うことにしました。感傷的なミュージックビデオは11月3日にリリースされ、映画監督ピータージャクソンがこのアートフォームへの初めての挑戦として。 最近のセッションの映像が懸命に歴史的な映像と組み合わされていますすべての要素が揃った結果その結果は控えめでありながら勝利に満ちておりビートルズらしい何かがありますもう一度言いますが Now and Zen はクラシックなビートルズのように聞こえ偉大な物語の適切な結末となっていますマーティンは考えますこれについては多くのトラブルに巻き込まれるでしょうが 私はジョンがポールとバンドの他のメンバーに向けて歌っているような気がします。私はそれが非常に情熱的であると思います。なぜならそれはジョンらしい方法で彼らに対する彼の気持ちを表現しているように聞こえます。ポールとはまだ話していませんが、それが私に触れる方法です。以上、ビートルズ最後の曲の伝説を語るジャイルズ・マーティンのインタビューをお届けしました。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございます。 最近は「Now&Zen」ゼンの話題を連続して掲載しておりますので過去の動画も見ていただきながら「Now&Zen」ゼンを楽しんでいただきたいです。そしてまだビートルズワールドニュースのチャンネル登録をされていない方はこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。